はい、皆さん、こんばんは。酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、はい、澄み切り。キリンの澄み切りです。第3のビールですね。これは第3のビールには珍しく麦100%という、そこが超売りなところなんですけど。麦100%っていうことは、なんだろう。なんかビール、生ビールに近いですね。アルコール度数が4.5%以上、5.5%未満です。麦芽、大麦スピリッツを使用。と書いてあります。これかなりね、なんか、売れてるらしいです。かなり宣伝とかもされてるんではないでしょうか。俺テレビ見ないからわかんない。ちょっと。ググってみましょうか。じゃあ、乾杯。普通に美味しいですね。これ美味しい。これ美味しいな。ラガービール伝統の力強い飲み応えを生むホップ。なんかいろいろ書いてありますけど。キリンじゃなくちゃ作れないものをもう一度作ろう。今、日本中で多くの人に親しまれている新ジャンル。しかし、その中でも4分の1の人は味に満足していないと言います。まあ、それはそうだ。4分の1どころじゃないと思う。だからこそキリンは誰もが心から満足できる新ジャンルの開発に全力で挑戦しました。素材も技術も情熱もキリンがこれまでビール作りで培ってきた全てを注ぎ込んだ本気の一杯、キリン澄み切り。新ジャンルのニュースタンダードと呼ぶにふさわしいうまさをぜひお楽しみください。これはね、しっかりと苦味があり。そして麦100%。なので、飲み飽きしないですね。生ビール、一番搾りで。だってさ、一番搾りとか、キリン一番搾りとかもさ、麦100%でしょ。そもそも一番搾りじゃなくて、アサヒだと、一番搾りを作る。一番搾り成功。まあ、一番売れてるのが、アサヒの、
スーパードライ。ちょっと一瞬出てこない。スーパードライですが、スーパードライは、一番、絞りと違って、麦 100% じゃないんですよね。なので、麦が 100% か。麦 100% ではない。麦が 100% のビール。こちら麦が 100% ではないんですが、まあ、麦、大麦とかをこう、含めた、という意味では、これはちょっと酸味が強いけど、まあ、特に問題はないね。うまい。これはうまいし、全然飽きないですね。これうまいな。キリンは俺クラシックラガーが一番好きなんですけど、あ、ハートランドか。ハートランドもあれなのか。まあ、ちなみにこれ100円です。確か。100円っていうか、第3のビールで、ちょっとこれは、すごい。まあ、俺よくラジオとか聞くんですけど、このラジオでもね、結構ね、なんかね、聞いた時があるね、この CM みたいな。ああ、でもこれうまいな。これはうまいぞ。これは、まさか。やばい。これはやばい。これはね、麦とホップと金麦を超えたかもしれないな。これは、ちょっと、びっくりですね。麦とホップのコンセプトとして、なんか、ね、ビールと間違ううまさとか、なんとか。あったでしょ。これがまさにそうですね。これおかしいレベルだな、これな。マジでビールと、第3のビールがなんでこんなにうまいんだ。ビールに
適してる。やっぱそれはやっぱり麦100%だからでしょうね。これ本当大丈夫かこれ。ここまでクオリティ高くしてこれマジであれだぞ。こちらとしてはいいけどこれ、売れなかったら、これ多分期間限定とかになるんじゃないか。販売終了しそうだぞこれ。これ販売終了するぐらいの、あれじゃないか。金かけてるぞ、これ多分。もう売れば売るほど赤字レベルになる。可能性が、なくはないんじゃないか。まあ、それはないと思うけど。あまりちょっと、ねえ。これはちょっとやばいな。まあ、若干、うん。若干っていうか、まあ、酸味が強いな、っていうのはあるけど。これおかしいね。これはちょっと、すごいうまい。まあ、酸味が強いことを除けば、ほぼビールの味ですね。これを100円で販売するというのは、ちょっと、相当あれだぞ。すごい。これはマジで。マジで。これ今度マジで、あれだわ。もうこれ出てくると、もう金麦とかの、あれがもう、いらなくなるね。ガチで。本当に。あれって。あれ、金麦とか、ちょっといらなくなるんじゃねっていう。あまりにうますぎて。それどころか、第3のビールがもう、ビールと、ほぼ見分けつかなくなってる。味がね。そんなレベルなんで。これは本当に。どうしようかな。これちょっとマジでキリンのラガーと味比べするレベルですよ。これは。今度味比べしよう。金麦と、まあ、金麦。うん。まあ、金麦だな。金麦と、この炭切りと、あと、キリンラガービール。ですね。ちょっと、キリン、キリンラガービール。やっぱキリンで一番まともなのは、生ビールって言ったら、
あ、一番搾りがあるのか。そっか、ラガーじゃなくて、木一番搾りがあるのか。木が一番搾りか、そういえば。じゃあ、一番搾りとちょっと、ね。一番多分売れてるんでしょ。キリンは。ラガーよか。売れてるのか。どっちなんだ。まあ、とりあえずキリンの一番搾りとかな。炭切りと。あと、金麦でちょっと飲み比べしてみましょう。まあ、今度ね。はい。ちょっとあまりにもうますぎるんで。これはもう文句ない。一つ星。びっくり。これは正直俺ビール、好きだけど、これはマジで第三のビールっていうのが、びっくりなレベルなんだけど。味としては本当に、ほとんど変わらん。生ビールと。まあ、唯一変わるのとしては、香りかな。うん。だから、鼻つまんで生ビール飲んでる感じ。がするんだよ、これの場合は。まあ、あれからするとね、ちょっと、表現的な意味でいくと。だから、まあ、そこまで香りしないってわけでもないんだけど、多分生ビールと違うところは多分酸味と、その香りが、まあ生ビールに比べたら弱いぐらいですね。味としてはもうほとんど変わらないレベルです。それでは皆さんもぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。これうまいです。マジで。それではご視聴ありがとうございました。